ザ・話し方講習会ミノチャンネルでございます。今日のテーマは考えすぎ無駄に悩む癖をやめる方法をお届けします。前回の動画で緊張とかストレス、これをリラックスに変える方法っていうのをお伝えをしました。まあ、そのテーマと今日も連動してるんですけれども、例えばこう休日とかにね、休みなんですけど、なんか休んでるんだけど休んでない気がするとか、気が休まらないとか、そんな経験ないでしょうか。こちらのチャンネルは結構こう緊張しやすい方とかね、ストレスを感じやすいような方も多く視聴していただいてると思うんですけれども、当スクールの受講生の中にもですね、今日のテーマです、いろいろこう考えすぎてね、もう疲れちゃうとかね、無駄に悩んでしまうとか、そういう相談もたくさんいただくんです。脳が休んでないとやっぱ疲れが取れないんですよね。これいろいろ考えてしまうことを反芻思考と言います。反芻思考っていうのは、まあ、過去にねあったネガティブな出来事とかをこう繰り返し思い返してしまう、それによってこう暗い気持ちになってしまうという、これの思考のことを反芻思考っていうんですけれども、反芻っていうのは牛がですね、食べた時に胃でこう一回消化しようとするんですけれども、また上に上がってきてこうもう一回咀嚼をする、それで消化しやすくするようにしてまた戻すっていう、こんな話聞いたことありません？これずっとやってるわけですから、それは疲れますよということなんです。人間でいうとずっとこう考えたり、また消えたと思ったらまた考えたりと、これずっとやってるわけですから、それは疲れますよねと。だからずっと脳が休んでない状態っていうことですね。じゃあ脳を休ませようって言ってもそんな簡単じゃないわけですよ。脳が休んでる時っていつかって言えば寝てる時ぐらいじゃないですか。でも寝てる時だってね、別に休んでるわけじゃなくて記憶の整理をしてるわけですから、脳っていうのはまあ基本的にずっと動いてるわけなんですよ。だからこのぐるぐる考えてしまうと、まあ、嫌なこととかね、ネガティブなこととか考えてしまう、無駄に悩んでしまう、これどうやったら解決するのっていうのをね、今日具体策お伝えをしたいと思います。まずこれを抑えていきましょうっていうのがあります。そしてこれが今日の結論なんですけれども、脳と体は連動しているっていうことなんです。どういうことかというと、脳が活発に動いてる時っていうのは体っていうのはダイナミックには動けないんです。逆に言うと、体をダイナミックに動かしている時は脳っていうのは活発に活動できないです。こういう風にしてオンとオフじゃないですけどね、どっちを優位にするか、どっちかが優位であればどっちかが落ち着いてっていう風な、こう、まあ、連動してるっていう、交感神経と副交感神経みたいで面白いですよね。これどういうことか、例えば真剣に悩んでる時にですね、踊れますかね。大胆に踊れないですよね。これ僕はね、将棋が好きでよく見るんですけども、藤井さんとかね、羽生さんとかね、名将と言われる指し手がいますけれどもね、藤井さんとか将棋王手とかね、こう考えてるんです。打ってる時になんか妙に動いたりしないですよね。なんか筋トレしながら将棋やるってなんか大変じゃないですか。要するに活発的に脳がダイナミックに動いてる時っていうのは、体っていうのはダイナミックに動かせないんです。これ逆もしんなりで、体をダイナミックに動かしてる時っていうのは脳はダイナミックに動かせないわけです。例えば 100m 全力でこう走ってるとするじゃないですか。その時に上司のバカ野郎とか言って、なんであんなこと言うんだとか言って考えられないですよね。なんかすっごい海の、あー、すがすがしい海の中で、沖縄の海でダイナミックで泳いでる時に、あー、将来が不安だ、年金もらえるかなとか言って考えたわけですよ。これが連動してるっていうことなんですよね。いやいやいや、別に考えながら動いてる時ありますよ。もちろんそうなんです。だからこれ 100% じゃないんですけども、 PC 見ながら企画考えながら手動かしてるじゃないかと。このぐらいの動きっていうのはもちろんできるんですけど、ダイナミックに両方動かすというのは無理ですよということなんです。だからあと1分で電車が出るっていう時にね、うわーって走りながら、なんで隣の田中さんはあんなことを昨日言ったんだろうかとか言ってできないっていうことなんですよね。なんとなく伝えますでしょうか。だからぐるぐる考えてしまう、無駄に悩んでしまうっていうのが今日のテーマですね。これは脳がダイナミックに活動してるってことなんです。もういいか悪いかって脳ではジャッジできないんです。いいも悪いもフル稼働してるわけですよ。その時にこれを止めたいんであれば、体を動かしましょうっていうのが今日の結論なんです。なぜならば繰り返します、連動してるからっていうことですね。だから前回の動画でも歩きましょうっていうことをお伝えをしたんです。本当に10分でもいいので歩いてくると、真下のコンビニじゃなくてちょっと10分先のコンビニ歩いてみるとか、あと1駅分歩いてみるとか、もう10分ぐらいでいいんですと。こう体を動かす、ぐる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 やっちゃってる時は動きましょうねっていうことが今日の結論ですね。あとはまあこの動画でもよくお伝えしますけど、ストレッチの件とか、体を動かす、これストレッチも体の動きですから、ストレッチのことをよくお伝えするのは、この血流を良くするとかそういうこともありますけれども、体を動かすことによって脳を休めていきましょうっていうことがお伝えしたいことなんです。なのでストレッチの動画もこの辺ちょっと貼っときますけれども、ぜひ見ていただくといいと思うんですけど、あとね、呼吸のこともよく言うんですよ。呼吸っていうのもこれ全身運動になるわけです。体の内部をものすごく使ってるわけです。だから呼吸の件もかなり動画ではアップしてますけど、またこの辺にちょっとサムネを貼っときますので、ね、今ここに集中すると、今ここに集中して呼吸の流れだけを意識し続けるとか、ね、今深く入ったなと、あ、今浅かったなと、
あ、今なんか清々しい感じするなとかいう、この1分ぐらいでもいいので今ここに集中する、これマインドフルネスってよく聞いたりしませんか。まあ、そんな風にしてこう脳を休めていくっていうことなんです。でウォーキングいいですよとよく話しますけれども、ウォーキングしてるとベータエンドルフィンが出てこう免疫作用に効いてくるっていうこともよく言われるんです。免疫上がったらいいと思いません？やっぱりね、体を動かすって実際やってみるっていうのは素晴らしいことだと思うんです。だからぐるぐる考えたり悩んだりすること、これ止めろって言われても難しいし、考えなきゃいけないこともある。だから無理にそれをやめるんではなくて別のものに切り替えていきましょうよと、それが今日体を動かしていくということで、いくつか具体例を紹介させていただきました。また実際ね、セミナーに参加してみて実際喋ってみるなんていうのもストレス発散になったりとか、練習をしてみるとかね、こうやって動いたり実行したりってことはものすごく人生に効いてくる、いいパフォーマンスを発揮できるようになると思いますので、ぜひ概要欄見ていただくと、月に150本弊社で伝わる話し方セミナーをやっておりますので、興味があるセミナー発見していただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。では。